皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回の対局はですね、私が後手番で四間飛車藤井システムを採用しました。相手の方はですね、穴熊に来ればそれに襲いかかるような作戦なんですけれども、今回相手の方はですね、逆に急戦を仕掛けましてね、私の藤井システムを咎めるような形の対策を取ってこられました。まあ藤井システムといってもね、まあ、ものすごい人気のある戦型ですので、そちらの方ゆっくりね解説していきたいと思います。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速解説の方を始めていきたいと思います。今回ね、私が後手番ということですので、下からね見た形、私が上から上側なのでね、ちょっとまた、まあ、もしかしたら見づらいなという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、先後逆でまた対局編とね合わせて見ていただければなと思っております。2六歩、3四歩、まあ2五歩と早めにね飛車先の歩を突いてくる形でした。で、私は3三角と上がりまして、7六歩に、まあ、4四歩と、まあ、ここでですね、2二銀と上がったりすると結構角換わりの将棋になりますね。3三角なり同銀、あるいはまあ6六と止めて8四歩に6八銀とやればね、まあ、こういう矢倉戦ですか、まあ、居飛車系の将棋に変化する可能性もありますね。はい、まあ、本局は7六歩に対して4四歩と止める形でしたのでね、まあ、ちょっと手順の前後さえあるんです。手順の前後はあるんですけれども、まあ、振り飛車模様の序盤戦ですね。はい。で、4四歩に4八銀、4二飛車と。まあ、シンプルにね、飛車を今回はね、振る。まあ、四間飛車をね、ちょっと採用してみようと思ったのでね、今回シンプルに飛車を振りました。はい、5六歩。そうですね、まあ、ここで、まあ、本当何気ない序盤なんですけれどもね、まあ、一つ、まあ、序盤の振り飛車側のね作戦の岐路でして、まあ、じっくり囲んであればね、6二玉からどんどんこうシンプルにね玉を囲う将棋も一局ですしね、まあ、これも本当に古くからある、まあ、基本的なオーソドックスな振り飛車ですよね。まあ、場合によっては王様深く囲った後に、まあ、9二香と上がって穴熊さらにね硬い囲いに囲うという作戦もありますし、もちろん7二銀と上がれば、まあ、非常に見慣れたね振り飛車作戦なんですけど、振り飛車戦法なんですけどね。まあ、本局は、まあ、藤井九段がね、まあ、開発して今でもね根強いファンがいらっしゃいますよね。まあ、こう非常に有力とされている藤井システムというね作戦です。で、藤井システムという作戦は、まあ、ここでですね、まあ、王様を囲う方がまあ普通で、まあ、通常、まあ、以前の概念ですね、王様を囲う手にね、まあ、疑問を持つような棋士はいなかったんですけど、藤井九段がまあ開発した、まあ、ここで7二銀とですね、まあ、この形だけで美濃囲いのまあ骨格を作っとく手なんですけれども、まあ、大きなポイントとしては王様をね動かす手を後回しに回す、後回しにねするということですね。で、富士システムが開発された、まあ、大きな理由としましては、まあ、居飛車側のですね、居飛車穴熊という作戦ですね。居飛車穴熊という作戦が非常にまあ有力ということで、居飛車穴熊対策でね開発されました。まあ、これね非常にあの見慣れね、あの上級者の方であっても、まあ、こう作戦の、ね、意図というのはもう理解するのは非常に難しいところなんですけれども、簡単に言いますと、穴熊がこちらが囲っていった場合にですね、王様がこちらで囲っていった場合に状況に応じてこちら側の駒で、ね、攻めてしまおうということですね。まあ、何気にこう美濃囲いの骨格と言ったんですけれども、例えば美濃囲いのこう桂馬を飛んで端歩を突いて、まあ、例えば部分的な話ですね、まあ、先手の方が例えば居飛車穴熊にするとこういうような格好になるわけですね。穴熊にどんどんで、まあ、例えば潜った瞬間とかに、まあ、こういうこちら側のね本来、美濃囲いの守備とされている駒で、まあ、穴熊をね上部から攻撃してしまおうというのが、まあ、富士システムの作戦なんですね。で、この富士システムの作戦で王様が有力であるということが、まあ、一つポイントと言ったんですけれども、まあ、本来ね王様ももちろんこう美濃囲いがこういう城内にいるんですが、むしろねこう上から戦った時に王様の位置がこう近づいちゃうんですね、戦場にね。もう要するにこの桂馬が本来であれば美濃囲いの守りの桂がこう穴熊を攻撃する攻めの桂になるということは、攻めの駒の近くに王様が来るということになるんですね。ですので王様をあえてこう敵戦場に近づけないという考え方、そしてこの考え方にはもう一つ大きなメリットがありまして、王様を動かす手をね攻撃の手に変えれるんですね。たとえもう当然ながら一手ずつしかさせないので、6二玉7一玉8二玉とね、この1二3手を例えばですね、こう3二銀4三銀5四銀の3手に変えるだけで景色が随分変わりますよね。まあ、これはあのすぐ仮想図なので居飛車側ももうちょっと手が進んでるんですが、この王様がこういう形ですね、例えばですねこういう形ですとね、とこういう形、
やはりね、すみません、こういう形、攻めの形が全然違うということがね、分かりいただけると思うんですね。王様を3手かけて、まあ、極端なことで言うと3手かけて危険地帯に持っていくよりは、その3手をさらに攻めの厚み、あるいはこういうような形ですね、攻めの厚みに使った方がいいんではないかというね、考え方を、まあ、藤井九段が開発したということですね、藤井猛九段ですね。はい。まあ、これはですね、まあ、今でこそ、まあ、ね、もう有力とされてますけれども、まあ、当時指され始めた当初はですね、まあ、非常にまあ、まあ、なんていうんですかね、キーに移ったのも間違いないですね。やっぱり守りの影響でどんどん攻めるわけですからね。だからこの合戦法を開発した藤井九段は本当に素晴らしいですね。今でも、もう多分最初のですね、1号局が出てからもう20年近く指してると思うんですけれども、それでもね、今でも優秀とされてますからね。はい。で、まあ、本局7二銀とね、その藤井システムの骨格を作るわけですね。はい、で、7二銀に対して、まあ、先手は6八玉と。まあ、先手としてもね、いくら藤井システムを見せられてても、王様は異玉で戦うわけにはね、先手はいかないので、まあ、6八玉、まあ、本局もね、そうなんですけど、6八玉、9四歩、7八玉とね、まあ、この辺までは囲うのはね、自然なところだと思います。まあ、ここで6二玉と上がってね、もう普通上の振り飛車に戻す手もあるんですが、本局は私は3二銀とね、やはりこう王様異玉のまま、場合によっては4三銀、5四銀とね、使う含みですね。はい。で、5七銀と方が上がって、まあこれはね、これですだけですね、ちょっと穴熊模様も考えられるところですね。まあ9六歩と受けて指す形ももちろんありますし、まあ先手の方もね、藤井システムが開発されてもうすごく時が経ってますから、対策がいろいろ進んでるんで、いろいろなね、指し方が考えられるところですね。まあ、本局は5七銀と上がりました。で、9五歩と。まあ、オーソドックスの振り飛車、四間飛車戦法に比べると、やはり異玉であるということが大きくね、大きな違和感ですよね。まあ、端歩の位を取って、まあ、これは、後々穴熊に来れば、この端歩でね、攻めてしまおうということですね。はい。で、3六歩と、ここからね、相手の方がね、工夫したとき、まあ、3六歩は、藤井システムをね、逆に叩いてやろうと。まあ、ここからの作戦は、まあ、藤井システムを私がやっているので、まあ、先手の方はですね、この藤井システムの弱点である王様が不安定であるということを少しとがめに言ったような手ですね、3六歩と。はい。まあそうですね、ここでですね、3六歩と突かれて、まあこの3六歩という手自体は、穴熊を目指すというよりは急戦の手なんですね。本局に見られるように、ここの角頭を狙ってくる可能性があります。で、これがね、また難しい話なんですけれども、穴熊をに来てくれば、この藤井システム叩こうと。で、急戦で来た場合には、逆に5一の玉っていうのはね、悪い形なんですよね。まあ、藤井システム、穴熊を攻める場合は、こちらが戦場と言ったんですが、これもしね、3六で次、3五歩という形になると、今度こちらが戦場になります。そうすると戦場に、まあ、5一の玉というのは近くなるので、まあ、本局もね、やったんですけど、6二玉とね、ここで上がる。まあ、これが結構ね、藤井システムのタイミングなのでね、ぜひ覚えてほしいですね。居飛車側が、ここでですね、7七角とかって、もうひたすら穴熊に来るのであれば、王様を動かさずに、藤井システムの強行をすると。で、本局は3六歩とね、場合によっては、こう、角の頭攻めてくるよってタイミングで、一回王様を移動しておくと覚えると、まあ、ある程度ね、まあ、玉を動かすタイミングとしてはね、分かりやすいのではないかなと思います。非常に難しいですよね、この辺はね。まあ、上級者の方でね、これを理解されてる方もいるとは思うんですけどね。まあ、基本的には3六歩に6二玉と。3六歩に6二玉と覚えていただけるといいと思います。で、3六歩、6二玉に5八金とね。まあ、ここはすぐね、3五歩とかね、攻めていくって、もう当然考えられるところですね。はい。藤井システムってね、肉を切らせて骨を断つみたいなところがありまして、王様をね、こう、異玉で戦うっていうのは、自分にもね、非常なリスクをね、抱えるわけですね。はい。で、5八金右で一回締まりまして、で、まあ、ここがですね、私は7一玉と引いたんですけど、さらに突っ張る手もあるところですね。今、3六には6二玉と言ったんですけれども、もう一手7一玉引くか引かないかっていうのは、まあ、引かないで指す強気な形もあります。例えば、具体的に言いますと4三銀と上がって、先手の方はですね、こう、急戦を見せてるんですけれども、急戦を見せて王様を移動させてから穴熊に組むっていう指し方もあるんですね。これも、なんていうんですかね、いたちごっこじゃないですけど、すごく複雑な状況なんですけれども、急戦を見せて王様がこっちに近づいたので、穴熊を目指す指し方があるので、王様が例えば7一玉と引いちゃうと、さらにね、まあ、藤井システムをやった場合にこちらが近づきますから、穴熊を目指しやすくなるという可能性があります。ですので、まあ、本局はね、ここで7一玉とシンプルに引いたんですが、さらにね、4三銀と突っ張って、例えば7七角だったら、5四銀とかね、まあ、あるいは6四歩とか、王様6人のままにね、やはり急戦を狙うという形も考えられます。このあたりね、
まず定石書もたくさん出ていますので、興味のある方はね、本や、まあ、などで、まあ、調べていただけるとね、より分かりやすいかなと思います。もうこれ解説しだすとね、膨大な量になるんですが、まあ、富士システムの大きなポイントとしては王様の位置とね、覚えていただくのがいいかと思います。まあ、本局は7一玉とね、まあ、7一玉のメリットとしましては、穴熊に来られた時にね、少しこう、戦場に近づくというかね、一手遅れるようなところもあるんですが、急戦に対して強いんですよね。こちらでの戦いの時に王様を一回引いた、まあ、もちろんここでね、何か6四歩とかこう、攻めの手を指すよりは、王様を引いといた方がね、急戦には強いということですね。はい。まあ、若干また、まあ、ここも妥協とまで言えないかもしれないですけどね、少し妥協した手とも言えるかもしれません。で、本局は7一玉にね、3五歩ときました。これ強気のね、手でしたね。まあ、7七角と上がって、今はね、繰り返し言ったんですけど、穴熊を目指してもあるところです。本局は3五歩と。もうこのね、最初に2手、端を取ったね、後手番なのにこう端を2手も取ってくるなら許さない。急戦潰してしまおうという手ですね。はい。で、3五歩に同歩と。まあ、これは2択ですね。この急戦の、居飛車側の急戦としては、角の頭を狙う急戦と、角交換を狙う急戦があるとね、まあ、以前の動画でも解説したと思うんですけど、本局はこう角の頭を狙う急戦なんですね。同歩に、本局よくこうね4六銀と出てくるんですが、これがね覚えていただきたい手で、4六銀とすぐ出る手もありそうに見えるんですけど、こうすぐ4六銀ですとね、この場合銀が上がってないのが見つかって、4五歩とねこう迎撃することができるんですね、飛車の力で。この時にもう前には進めないのでバックすることになるんですけど、これですとね、まあ、先手の攻めを振り飛車側が後手側ね食い止めたということになります。3五歩同歩としておけば、まあ、先にね一歩渡すリスクはあるんですが、例えばここで4五歩ならば3五銀とね、手順にこう前にねかわしていけるということで、これあの、まあ、上級者の方にはねおなじみかもしれませんが、初級者中級者の方にはぜひ覚えておいていただきたいテクニックですね。3五歩と突いて銀を突き捨てて出ると。まあちょっとね補足になりますけど、銀がもし4三銀型ですとね、単に4六銀と出る手もあるところですね。この場合4五歩とね突いても飛車がこう効いてないということなので、まあ、この辺ね微妙な形の違いがあったりします。はい。でまあ3五歩同歩、まあ、4六銀と。ただですね、難しいのはこう一歩ね交換して出ると、まあ、後手にも変化を与えるわけですね。ここで私が3六歩と、これがね受けの手筋なんですね。先に歩を突き捨てたことによって歩を伸ばしてかわすと。でまあ、これでもね構わず銀は出れるんですが、もし3五銀ですと3七歩成となる手がありまして、まあ、これ桂馬で取られちゃうんですが、3六歩と打つとこう桂馬が取れるわけですね。でちょっと角が怖そうですけど、角をこういじめてくる手には1五角というね、こういう切り返しがあるんですね。これでうまく対応することができます。空振り、ちょっとね先手の攻めは空振り、もしと金が非常に大きいとねなります。本局はここで2四歩と突きました。これでも非常に読みの入った手ですね。これを同歩であれば、例えば3五銀と出て、この今度ね歩を成って同桂3六の時に角をねこう追っておれるわけです。今歩を取ったらここに打ちまして、角が1五に出れないですね、これね。で角が逃げれば4五桂というね、こうすごい派手な手がありまして、こう桂馬が取れるとよかったんですけど、桂馬を逃げられて同歩ですと角が浮いてるんでね、2二角内で後手敗勢ですし、これはね逆にせ、さっきと逆ですね、後手の反撃が空振りに終わってしまいますね。もう普通は5二金と上がっても、例えば2四銀と出られて桂馬がいつまでだっても取れない形なので、歩をなっても飛車逃げるような感じでね、これ多分潰れちゃいますね。これで少しの形の違いで変化が変わるので、まあ、ちょっと今早いなという方は繰り返しね見ていただいて、復習していただければと思うんですが、まあ、2四歩と突くのはね一つの手筋です。で私は同角と変化しました。まあただ同角がね冷静な対応で、こう3五銀をね防ぐことができましたね。はい。で同角に2六飛車と、これも銀出れないんでね、この3六の歩を取りに行きました。2六飛車に4三銀で3六飛車とね、闇な歩を先手を払ったんですが、まあ、次の手もね、ぜひ覚えてほしいですね。こう、三人飛車とね、こう、振り飛車らしい手ってね、よく表現があると思うんですけども、急戦に対してね、穴熊に対しての飛車交換って非常に怖いんですが、急戦のね、先手の形に対して飛車交換は基本的には振り飛車側が、まあ、いいことが多いですね。三人同飛車なり、同金となれば、後手の方にはね、打ち込む隙が、まあ、ないですね。例えば4一飛車と打っても、3一歩と打たるとね、すぐこの飛車逮捕されちゃいますね。逆に先手陣にはね、3九飛車、2七飛車とね、いっぱい飛車を打つ場所があるので、これはあの先振り飛車が優勢になります。実際は3二飛車に、まあ、飛車交換できないということでね、
3五歩取ったんですけど、まだ一応こうね歩を打たせてこう進軍する場所を減らしたんでね、これで食い止めた形になりました。で A8 に玉と、これでまあ一応振り飛車不満なしですかね、9線を食い止めてね。で先手は3七桂と使いまして、1二香と、まあ、本局ここがね大きな一つポイントになりましたかね。まあここで3四歩からさらに攻めをくくり出したんですけどね、まあもうちょっとゆっくりさせて、まあ考えられましたね。具体的に言うと7七角と上がって、まあ、まあ、先手が後手がね5二金のような玉を寄りましてね、まあこういうような進行ですかね。まあ7八銀、あるいはもう欲張って穴熊ももしかしたらあるかもしれないですね。こういう展開も考えられました。ただですね、振り飛車側からこう3八歩と打つ手が実は狙いとしてありまして、頃合いを見てこう歩を垂らしてね、まあこれはすごく王様から遠いんですけど、ポチポチこう駒を狙う手が一応あるので、ちょっと先手はそれが気になるところではありますね。本局はやはりね急戦なのでね、一勝ついてこれ3四歩とね、まあ一回3五に打った歩なんですけどね、3四歩とついて3五銀を狙いました。もちろんこの3四歩はね、こう3五歩と取りますと同飛車とね取られて、同銀ですと角出る手なんで同飛車と取られちゃうんですが、同飛車と取りまして、同銀に4四角とね、まあ決戦ですよね。こう決戦になって果たしてどうかということですね。はい。で、3九飛車と私は打ちました。で、2二飛車と。飛車を打ち合いですね。まあ、美濃囲いはやはりこう端が広いのがね、こういう時に藤井システムで穴熊を狙ったってではあるんですけど、王様広いというのも一つのメリットですね。はい。で、2二飛車に3六歩。2一飛車なり。5二金と。そうですね、でも先にこう桂馬を得してここで4五桂と飛んでね、居飛車側も十分戦えそうな局面ですね。次に5三桂成とね、ここに来られるとね、角がこうこちら側に効いてくるんで、まあ非常に嫌な形なので、まあ、実際ね駒損になるんですが、同銀と取りました。ただこれね、桂馬を取ってこの同銀の交換で、これ先手のね銀得ですので、十分後手がいけそう、あ先手もねいけそうな形です。そして3七歩成となりました。まあそうですね、そこで6五桂とあくまでね角を狙ってったんですが、4三歩と打ちましてね。でまあここまではね、まあ正直、居飛車側がかなりペースを握ってたと思うんですけど、ここから急転直下のね根拠か終局になってしまいましたね。まあどうですかね、ここはまあ5三桂成、こちらで行く手はあったと思うんですね。5三桂成とね、まあそうするとこう取ってしまうとね歩を打って意味がないんで角を取るんですが、まあ5二成桂とね取って、まあ、果たしてこれでこの攻め合いがどうかですね。まあ一見こう部分的にはすごく居飛車が好調なんですが、角と飛車とと金、そして角桂と持ってますんでね、先手陣も非常にプレッシャーがかかってるわけですよね。まあここで先手後手側がねどういう手を指すか、まあこれで勝負するとなかなか、例えばですね、まあ一度上げますと、後手の方も5七桂と打ってね、角がこう効いてますから、こういう手で攻めて果たしてどうなるかというところですね。まあ先手陣意外にこれ危なくてですね、まあ金が逃げたりすると角持ってるんでまたこう打たれますしね。で後手陣はこう意外とこう上がね抜けてくる形があるので、まあ非常に難しいですね。まあこれは多分一手違いの好勝負だったと思います。本局はですね、この4三歩と打った時にちょっとね相手の方が錯覚があったありましたかね。5三角成とねこちらで行ったんですが、まあ、この手がねちょっと敗着になりましたかね。同金と取りまして、まあ、これですとね、角を取る手が銀取りにならないというね、で、桂ならずでこう、金を狙ってね、非常に、これも部分的には厳しいんですけどね、次の手が、まあ、決め手になりましたね。3五角打ちと。はい。この角打ちが、まあ、あまりにもぴったりした手になりましたね。これ次にですね、まあ、どちらもありますね、まあ、6九飛車成から、同銀、同玉に7九角成と。行きますと、玉を寄るとね、ここにも角がいるんで、こうまあ、どちらでもいいですね、角を捨ててね、金銀ありますので、玉を寄れば金、同金なら、金のね、即詰みがあるんですね。まあ、これだけ硬い船囲いなんですけど、大駒の威力ってのは恐ろしいですね。ですので、3五角打ちが、まあ、まあ、飛車なって王様があってもですね、ボロボロ駒取られて詰みがあるので、詰み形なんですね、詰めろ。で、さらにですね、こう、今、せっかく打って飛び込んだ桂馬の詰めろ桂取りになっていると。まあ、例えば受けるだけでしたね。例えば4六銀と打てば受けれるんですが、こう4角と取られると、まあ、ちょっと種駒が削られてしまってね、まあ、3一歩や5一歩と受ける手もあるし、桂馬2枚でね、飛車から例えば飛車が鳴った時によるような線もあるので、受けがないということでね、まあ、実戦は、まあ、急転直下ですけどね、3五角打ちと打たれたところで、
投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がね、藤井システムということでね、今回まあもし相手の方が居飛車穴熊に組んでくればね、藤井システム特有のね、居飛車での速攻を挑戦してみようと思ったんですけどもね、まあ、今回は相手の方がまあそれを避けてですね、逆に急戦を仕掛けてくるということで、まあ、結構序中盤からね、難しい手が続きました。まあ、難しいところは繰り返し見るなどして参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。